お前嘘つくなよ。今日の練習お前全然いつも通りじゃないじゃん。いや特に変わったことはしないから。え、普通何3パターンもプレス変えてくんの？マンツーと121と211。え、ホーリーさんがそう言ってたよ。あ、そういうこと？何やってくるか分かんない。確かにそういうことね。で、やばいな、全3チーム前プレの鬼じゃん絶対。しかも選手変えながらもう全開で前プレしてきそう常に。地獄。あ、ハトちゃん邪魔。いや、どうにかしてくれよ個人技で。うわ、何今のビデオ越しで分かんなかった。川久保さんはすごい練習会来るね。前休んで。嘘。ハトちゃん練習会でボランチやるの？初めてやるけど。え、やるの？やるんじゃない。え、行くってこと？やるよ。なんか俺仕事のボランチやってないの？やったでしょ。練習会ではやってない。あ、まあ青木の練習でやったけど。なに、ハタちゃん全部のメニュー練習会マスターするつもりなの？もしかして。もう戦術マスターじゃん。ハタちゃん。青木の戦術アドバイザーになる。ハタちゃんは私の常連なの。いや、ハタちゃん下手したらヤマトさんよりフットサルしてる。もうさすらいって名乗っている。さすらってやない。さすらいって名乗っている。あとじゃあどこへでも、東京のどこへでも出没するから。じゃあハタちゃんすごいね。俺ビデオ見て思ってたんだけどさ、後半ハタちゃんビデオ撮ってるじゃん、めっちゃ声出してるね。で俺それ家でさビデオ見たんだよ。そしたら親がこの人めっちゃ喋ってるね、監督声うるさいねっつったら、なんか割れた声してるねって。ああ俺声割れちゃうからな。うん、耳障りって言ってた。まあまあ耳障りかもしれない。やべ、おっ11?色が危うい。りょうか最近あれやるような、なんか石関がやるやつ。 あのキックフェイントでケールと見せかけて引いてから押し出すやつ。あれ結構引っかかんない？で、あれボールビデオに全部声が入ってる。いや、いいっすよ。動画だけ撮る。声、こっちの声あんま入ってないんで、そもそもの。俺の声が割れるっていう情報がすごい拡散されるやつ。副音声聞いてないって言わさか。副音声。ビルの子供おーね。でもあれさ、あのキックフェイントしてさ、キックフェイントで引いて押し出すやつ、あれ相当キープ力あって時間ボール保持できるやつはできないっていうね。ま、相手との間合いが保てるやつじゃないとできない。今回の動画解説が。あ、そう、家族とビデオ見てんの？違うよ、普通に音出して聞いてるから、たまにリビングとかで。あ、リビングで見てんのね。こいつうるせえなって言ってた。嘘だよ、ハブちゃん。ジョーク。でもとりあえずめっちゃ声出してるなと思った。お、俺も割と声出してる方だけど、俺より全然声出してる多分。ビデオが近いからよく声が。あ、そう、それある。ビデオ近いから声めっちゃでかい。ナイスカバー。りょうか、あのパスラインのフューサーがちょっと怖いんだよな。たまにカバーしてないと危険。あれ今カバー行ってなかったら、だって普通にバックドア通されてるからね。すごいな、あそこの後ろのあのゴール前先から体の張り方が半端ない。おお、危ね。黄色が買ってくれると助かる。白が買ってくれると助かる。
すごいね、結構激しいね。チームやから。おお。やばい。ああ。うまい。うまい。いやーうまい。やばい、俺取れたかな今。だってかあの人うまいな。だ黄色強い。黄色強いな。危ない。危ないお前。危ないお前。危ないお前。